まあ、なんやろ、リングの上で自分の、まあ、気持ちを全日本プロレスファンの皆さんに伝えたかったんでね、本当マイクはあんまり喋りきらなかったですけどね、ただ言えるのはね、本当にファンの皆さんあって、あと仲間がいて、で、まあ、皆さんもいて今日は優勝を成し得たことなんでね、みんなに心から感謝、感謝します、感謝します、はい、以上ですね。7回目の出場で 初優勝、そうですね、初めて出るときはね、正直5試合やって初めて出るときは、まあ、ここあんまり言えないですけど、半分勝ったらええわとかそんな考え方してたんですよ。今になるとね、お前何甘いこと言ってんねんと思うけど、それがね、やっぱり3冠取ってからチャンピオンカルバル、俺取り残してないかって、この全日本プロレスでまだまだやってないことあるなって、なんで第一線退いてんねんって2019年思ったんですよ。チャンピオンカルバル絶対取ろうって、まあ今年1月から8ヶ月、まあ、練習してたんで、そのまあ努力の結果が実ったんじゃないかなと思います。まあ、もっと言うならばこの10年の結果がね、今日のチャンピオンカルバルの結果となって出たと思います。はい、全勝優勝ですか、申し分ない、そうですね、まあ試合少なかったんでね、まあこれが初めの予定通り、デイビーボーイスミスジュニア選手とかね、あといろいろな本当に多団体の重さが出てたらね、どうなるか分からなかったと思うんですよね。まあ自分は一試合一試合勝つことしか考えてないんで、はい、初めて大きいトロフィー手にした時、いやあれ重たいですね、リフトアップしてこう持ち上げてるかなんだけど、古いから壊れそうでやりました、うん、どれだけど重たい、すごいけど、うん、重さ以上にね、チャンピオンカルバル優勝っていうすごい重さはあるんで、その重さはまた武器にして、これからのプロレスどんどんレベルアップしたいなと思ってます。はい、まあ、次の目標で当然3冠、いや目標っていうかもう3冠ですよ、3冠しか見てないんで、ずっと前3冠取って1回防衛して石川修司ですからね、まあ、すごい重さから防衛できたんですけど、2回目でまた同じ選手からね取られるっていうね、本当にファンのみんなもがっくりしたと思うんですよ。ゼウスがもうここから5回6回防衛するんちゃうかと思われてたところで取られてしまったからね、で自分自身一番悔しかったから、あの時の悔しさというのはね、いつも持ってて、あの試合よく見るんですよ。今日も行きの新幹線でね、まあいろんな他の試合見ながら、最後はね、横浜文化大館2018年10月21日自分が参加戦で負けたね試合をね見てここに来ました、うん、そういう悔しかった気持ちはねまだずっと覚えてるんで、絶対参加王者になってね、次はねもう防衛防衛防衛を重ねたいと思ってますね。この体が限界来るまで防衛したいと思ってます。はい、それで次の三冠戦の舞台が前回取った時と同じ大阪っていうのは、まあ有利ですよね、有利で、この今の流れで自分にあるんじゃないかなって自分はそう思ってるんですよね。まあ、勝つことしか考えてないです、毎日もう三冠まで勝つことしか考えてないです。はい、あれぐらい長丁場になってくるとね、フェイスロックしてもなかなか腕にね力が入りにくくなってしまってね、やっぱり宮原健太選手のね、スタミナってすごいですね。もうフェイスロックでね締め切れないってところがあったんでね、うん、だからもう一回あとカバーした後フェイスロック行こうかなってちょっと思ったんですけどね、これ行ってもちょっと逃げられるんちゃうかなって正直思ったんでね、もう若干まあ仕掛けに行こうと思って、もう3カウント取りに行こうと思いましたね。はい、うん、もう一つ言うたらね、リング上で本当は言いたかった、まあ彼にね、三原健太選手ね、もう帰ってしまったからね、2018年ね、10月21日の横浜文化の試合の中に彼が言ったんですよ、リング上で僕に、ゼウさん、俺たちで全日本プロレスで盛り上げましょうって、これはね約束を絶対果たさなあかんって、ずっと覚えてるんですよ、胸に悔しい気持ちと、彼に対する悔しい気持ちと、彼に対する尊敬と、彼が一緒に盛り上げようってリング上で言うた言葉がね忘れられないですよ。絶対ね、この全日本プロレスのプロレスこんなもんじゃないんで、みんなでもっともっと盛り上げれる、もっとできるんですよ。自分がいる、健太さんがいる、久山さんがいる、石川選手がいる、ジェイグリーがいて、青柳がいて、山本選手でいっぱいいる。本当に入江君もたまにしか来ないけど、入江君やね、伊沢さんや宇多丸さんや、みんないる、みんなで力合わせてね、切磋琢磨したらね、もっと盛り上がるね、日本一の全日本プロレス作るのが自分の今の夢です。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。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 まあ、僕と土井浩二の過去を知る人たちが今どれぐらいいるかいないかも分かんない。でもあのデスロワンで戦った時、何年も何年もずっと味わってた雪辱を半分だけなんとか返すことができたかなと思いますね。もう昔の俺じゃねえよってね。土井浩二も確かに変わってたけど、もう青柳は遥か先に行ってるからな。でもやっぱさすが強すぎる。まだまだ本当にこれから当たるかも分かんないけどね、もう昔みたいにはやりませんから、もうこのまま私が勝ち続けます。以上。いや負けだ、なんかあるか、この惨めな俺に対して。負けたよ。昔の青柳とは違ったな。くっくしょうまいし、でもな、一個あの野郎に、あの野郎の立場、イーブラム市長に対して一個アンチテーゼ言っといてやるよ。おい、全日本プロレス所属でお高く止まってんのかもしんねえけどよ、おい、プロレス団体なんていつなくなるかわからない。だからそうなった時にお前人一倍苦労するぞ。あと一個思ったのは、同じコーナーに立っても面白いんじゃないかって少しだけ思った。これでは終わらねえからな。また来るぞ全日本プロレス。今日一番活躍してるセコンド、俺そして見たか、熊嵐のダイビング戦闘、これ日本一だぞ日本一。いやあれを世界一だよ、あれを食らったらよ、スワマンも石川修司がキックアウトできねえと泣いちゃうぞ。おい、こいつはねこんな感じでやってっけど、アンファの中でもねかなり熱い思いあるから、チャンピオンカーニバルで、やめろ、あんまりその話は。一生3敗、確かに一生3敗なんだ。おい、俺は2勝2敗だよ。まあそこでは結果残せなかったけど、タッグで、いや俺たちアンファンテリブルで、世界タッグ、俺と熊嵐だ。おい、挑戦させるもんね。やろ、すらまあ石川、おい、お前ら宙舞うぞ、お前俺の力でよ、投げられちゃうぞ。おい、まあそんなとこだな。よし、じゃあまあ2人にはいい返事を待ってますんで、そうだね、もう今日決まるんじゃない。決まるよ、今日決めるよ全日本プロレス、挑戦する、以上だよ。よし、もうこれ以上喋っちゃダメだ。よし、これ以上喋るとダメだ。よし、もうそれぐらいで行くぞ行くぞ行くぞ。よし、いつもいねえんだよお前、なんで俺だけ置いてくんだよお前、さっきは。いねえよさっきもよ。ちょっとヤバいじゃないか。ちょっと俺が乱れてんだよ。何よく言うよね自分で。いや自分が乱してるんだよ。いやちょっとうわっ、チャンカンから調子おかしいね。ちょっとチャンカンのせいにしてない。すごい、なんかちょっとちょっと自分ばっかさ、なんすよ、ここなんすよ、自分ばっか勝手にさ、その好きにやるんだよ。好きにやってないっすよ。やってるよ。どこがすか。どこがすか。陰でやってんだよ。陰でやるな。陰やってないっすよ。やってないっすよ。好き勝手やってよ。そっちでしょ。なんか女子募集したりとかいろいろやってんじゃん。自分の好みじゃん。
俺の好みじゃないですよ。なんすかそれ。もうダメだね。大阪大巨人はもうダメだ。成立しねえ。やりますよ。あの足の熊。ああやりますやります。これも自分で決めてる。やるでしょ。やるでしょ。やらないですか。もうそういう意味だ。やるでしょ。ダメだね。そうやって笑いでごまかそうってあれだね。笑いにごまかしてないでしょ。やるって、やらないですかって聞いてるんだよ。なんで俺に聞くんだよ、そんなの。じゃあ、フィーダイブに決めてもらいましょうよ。フィーダイブに決めてもらいましょうよ。いいよ。サマさん、ご顔なんだから、逃げられないでしょ。フレンザーいっぱい来るのはしょうがないんだから。なんでしょって俺を追い詰めるの、そういうのって。いや、追い詰めてないですよ。ご顔はそういうもんだって話ですよ。ご顔はそういうもんだって。そんなの分かってるよ、んなの。俺は責任あるの分かってるよ。やります、やります。もうやります、いつかわかんないけど、やりますよ、足の熊。だってあの熊嵐っていうのは、むかつくんだよ。人のなんかネタを言ってパクリでよ。おかしいんじゃねえか、ちょっと。なんか俺をなんかディスってる感じするんだ、あいつらよ。やっぱレスラーの出身のやつってのは、俺のことディスるんだよ。そういう感じがしてる。さあ、足のだってよ、なんかもっと俺とやりたいはずなんだ、あいつだってよ。あいつはよ、あんなおちゃらけんとこにいるもんじゃねえよ。俺そう思うんだよ。だから今回の戦いで、ビシッとこのね、俺ちょっと叩くみたいな、全日本プロレスのほうなんだけど、それはもう叩くつもりで。あんたにもだよ、本当に。なんすか、俺ちゃんとやってるでしょ。あんたにも畳み込むの。もういや、まあまあ、まあ、さんまさん置いといて、足の熊面白いからいいですよ。なんで置いてから、やります、やります。もうやってください。もうやります、やります。もうやれやれやれ。Asia Tag Team Champion, eh? Which one, two, three? Eh, Izanagi was one, two, three, ne, man? はい、今彼が言ったように僕たちアジアタッグチャンピオンからなんと3取ったので超アジアタッグに挑戦させてもらいます。いや、します。 We need this challenge. We are ready for it. We are ready all year of preparation for this moment. We can do itHe and my brother, we can do it. You can, okay? Okay. 多分、はい、すごいチームワークもバッチリだと思うんで、はい、このケントとイケメンとアキラとハヤトの大冒険に入れてもらったまではいいですけど、結果も出してないし、なんかローカルレスラーの星になるとか偉そうなこと言った割には全く結果が出てないんで、ここでこのアキラとちゃんとがっちり勝利してしっかり三原さんとイケメンさんに続くような形になると思います。できる、ありがとうございます。お前らならできる。イケメンさん見ました、僕らだったの。見たよ、あっちまんに終わってたよ。びっくりした。何もしないですけど、なあ、でも、はい、すいません。なあ、俺が何かしたらやっぱ目立っちゃうから、そこを何もさせないっていうのはもう才能で、だから、はい、来る、アキラも来るから、絶対来るから、頑張ろう。はい、俺が二人まとめてぶっ潰してやる。おい、そして見ただろ、今日の異例のパワーよ。おい、全日本ヘビーはな、体重だけじゃねえぞ。おい、スピードなんだよ。スピードかける握力がな、破壊力なんだよ。おい、最強タッグ、始まるんだろ。おい、最強タッグはな、もちろんパープルヘイズからはこの異例が出るぞ。おい、ゼウス異例組だ。おい、わかるか。おい、どういうことかわかるか。おい、俺たちは優勝を狙ってんだ。真剣に優勝を狙ってんだよ。おい、分かりやすく例えてやろう。おい、ゼウスが朝青龍なら、イリエは秋の島だ。横綱キラーだよ。おい、こいつのスピードビールんじゃねえの。おい、以上だ。あと、おい、田尻、
マロはお前をまだまだ狙ってるからな、おい。夜道に気をつけるこったな、おい。ノーコメントだ。いやぁ、参ったな。あの試合後、見たリング上で俺がレフリーにこうやってずっとやったの。スリーカウント入ってねえだろってずっと言ったの。俺は入ってないだろってずっとレフリーに言ったんだけど、レフリーがもう入ったって言うんだからしょうがない。これはありがとうございます。もうね、俺の中でもう言ってなかったけど、俺の中でちょっと決め事があって、万が一今日力が勝ったら入れてやろうってね思ってたんだ。そのまさかのまさか本当に結果残したからもうしょうがねえなって、まあリング上で言ったけど、現時点の力はもう力道山先生の孫、そのあれしかないからね。そのそれで売名じゃないけど、それしかないから、それ以上の価値を吉田スキングなどでつけてもらいたい。それだけだ。パワー大臣だから。はい。もうしゃあ。パワー。お前吉田スキングなどとか言ってっけどよ。お前最初ワイルドパワーとかって言って全入したんじゃねえのかお前。しゃあ。おい。バカにしてんだろ、バカにしてんだろ、言ってることコロコロ変わりやがった。おい、力生まれたのか、こうやって突っ込んできた。うるせえ、ちょっと待て、ちょっと待て、おかしいだろ、それ。ちょっと待て、納得できねえ。ちょっと待て、おい、ちょっと待て、そんなの俺は初耳なんだ。変な、お前。そんなの知らねえんだよ。送りつけてきたり、お前を。本人に直接送れよ、会社に送りやがって。あんま信用しない方がいいぞ、でもこいつ。ちょっと待て。なんか、何がキングなんだ。急に切れたりとか、お前は。俺はそんな話は全く知らないの。俺は関係ないから。引き抜きだぞ、引き抜き。出てくんじゃねえ、二人とも。こっちに入ってくんじゃねえ。それどころかな、お前らな、一回俺少しだけど声かけたぞ、ロスタスキングだもん。お前ら主張しやがって何の返答もなく、全く記憶がない。お前らちゃんとキングダムからはそんな声届きません。お前ら届いてねえんだよ。試合後のコメント見てるか。お前ら誘ったんだぞ一回。知らねえよ。誘われてねえよ、あんなの。おい、じゃあみんなでやりましょう。うるせえよ。お前な、ちやほやにしてんじゃねえよ。そんな言うんだったらな、まあやってやるよ。お前、おお、やってやるよ。ぶっ潰してるよ、お前。ガオルかけてやってやるよ。いいのかい、ガオル。言ったな、今言ったな。ガオラはシングルだから。ちょっと待ってよ、ガオラシングルだな。いや、シングルだけど。シングル、何だって構わねえ、何だって。シングルだけど、ちょっと待って、シングルだけど、王者の権限として複数人でやってやるよ。4人でも6人でもいい、やってやる。合戦だ、合戦。じゃあ、よっしゃ、スキングダムと合戦だよ。もう吉田つこうはやめたんだよ、今ゴッドファーザーなんだよ。もう誰も吉田つこうなんて言ってねえよ。まあいい、何でもいい、合戦でいいじゃん。おお、合戦だ。お前これ言っとくけど、お前あれだぞ、お前、お前俺にそうやって言うのは潰し合いだぞ。もう吐いた唾飲み込むなよ、お前な。お前ゴッドファーザーにそういう態度取るってことは、お前生きるか死ぬかだぞ。なあ、これ潰し合いだぞ、お前。おい、分かってんのか。分かってるよ。おい、これお前返事しろよ。ゴッドファーザーとか、お前国王だとかキングだとかよく分かんねえけどよ、俺はちょっとこの力の態度が気に食われんだよ。なんかパワーだとかな、なんか力になるとかってつけ込んできてよ。まあ、あらても詐欺じゃねえか、お前そんな。つけ込み詐欺だ、つけ込み詐欺。いや、大森さんも、とりあえず、今回俺がガオラのルールを変えてやる。よっしゃ。おう、じゃあ。あれは王者がいろいろ変えていいはずだ、そうだろ。変えてやる。じゃあ。複数の。ルール決めなきゃ。おう、俺はルール決めといてやる。吐いた唾飲み込むなよ。お前さん、行きましょう。決まった、決まった。パワー。 We can do it! We can do it! お前パワーだろ。あ、失礼しました。よし、タツキングダム入国いたしました。まあ、まああいつがどうこうじゃなくて、まあ今、まあ、この対面で試合も組まれてるし、まあいいかなっていう。まああいつのやりたいことはよく分かったし、あの方向性ね、もしかしたらランゼンドとクロスしたらいいもん生まれる。そういうあいつは、そういう人の使い方もうまいし、今日もああやって
あの岡田と力は従えて、まあ完全にヤバいレベルのアホ二人やけど、まああんなアホをちゃんと料理してるっていうあたりが、まあ吉安の凄さかなと。おアホでもレスラーに見えるんやから、あいつにかかったやつみんなすごいことになるやろな。あんなアホが、アホとクズがあんなにある程度輝くんやから、あいつの力でいろいろ変わるもんがあるかもしれんな。おう、まあ、とりあえずお手並み拝見以上。ありがとうございました。久しぶりの後楽園ホール、そして西村さんとのタッグ、久しぶりの佐藤さん、本田、大変刺激的な久しぶりの後楽園ホールでした。楽しいですね。もう本当に世間も全日本プロレスもプロレス業界も大変な中、こうして戦いを繰り広げるレスラー、そして足を運ぶお客さん、本当に皆さんに敬意と感謝を申し上げます。まあこういう状況なので、また次の参戦がいつになるか分かりませんが、またこういう機会が与えられたら、しっかりと自分らしい試合をお見せしたいと思います。ありがとうございました。やってくれるな、月。いいよ、よくさ、みんながさ、試合の中でやれよって言うでしょ。いやいや、俺はあれでいいと思うよ。試合終わっても気抜いてないんだもん。いいと思うよ、月。気持ち入ってるよ。そうでなくちゃ、やり合う価値ねえよ、張り合う価値ねえよ。どんと構えて俺が受けてやるよ。前哨戦17、18、たた2回、24日、後楽園で防衛戦。ただ一つ言っておくぞ、今日のハンドスプリングも俺はもう読み切ってるし、お前のことはな、たとえ2年にも満たない若手だとしても、隅々まで好きなく俺は研究してきてんだよ。俺にとっちゃまだまだ時間はあるけど、お前にとっちゃ時間はもうないぞ。いいか、この意味を理解しろ。お前には時間がないんだ。よーく頭使え。今から体でかくする？無理だろ。頭を使え、頭。これはチャンピオンからの大ヒントだぞ。以上だ。今日の試合後のミサイルキック忘れないぞ。借りはしっかり返す。以上。岩本浩二、なんか SNS のやり取りですげえ上から目線でもう言ってきてますけど、僕も下から行くつもりはないんで、真正面からぶち当たってぶっ倒しますんで、以上です。